サー・アルフレッドジュールズ・エイヤーは、イギリスの哲学者で、論理実証主義の代表者、イギリスへの紹介者として知られている。一般には、エイジェ・アジェールという呼称が使われる。親しい友人たちからは、フレディと呼ばれる。著者の中では、言語、心理、論理と知識の問題が特に名声を博している。エイヤーは、 1946年から1959年までユニバーシティカレッジロンドンの心と論理学のグロート教授職にあり、その後オックスフォード大学の論理学のウェイクハム教授職に移った。彼は1970年にナイトに叙勲されている。エイヤーはイートンカレッジで人文科学の教育を受けた。そしても第二次世界大戦の間イギリス軍に徴兵され、 秘密情報部で働いた。エイヤーは有名な派手な交際家で女たらしでもあり、生涯にディー・ウェルズ、バネッサ・ローソンらと4度の結婚をしている。再三妻子彼はロンドンのクラブに出没しダンスやおしゃべりを楽しむのが常であった。彼はアイザやワーリンの友人でもある。エイヤーは無心論者を持って自ら認じている。エイヤーによれば宗教的な言語は 文学的なざレ事と一緒で証明できないからというのである。結局、神はいないという言葉すら、エイヤーにとっては、神は存在するというのと同様に、無意味で、刑事上学的ということになったのである。エイヤーは、神は存在しないという宣言に賛意を与えは、しなかったが、神の存在という信念に同意を与えるのを、保留したということにおいて、無信論者だったのである。 神の現れを証明不可能な仮説に過ぎないと信ずる。人物の立場の取り方は、時折奇妙な有信論として言及されることもある。イグシズムという変わった表現は、ポール・クルツのザニュースケプティシズム、インクワイアリーリライアブルナレッジ、ISBN0879757663 の P194 で定義が示され、これは、バートランド・ラッセルが、イエズ・ス会の学者、 フレデリック・コプルストンと宗教の話題について議論をした際に中期の中で用いられている。エイヤーはイギリスの世俗の人文主義の運動と密接な関わりを持っていた。彼は1947年からその死に至るまで合理主義者出版連盟の名誉会員でもあった。1965年、不可知論採用協会の初代総裁に就任している。その同じ年、 ジュリアン・ハクスリーがイギリス人文主義者連盟の初代総裁に就任し、1970年までその地位に止まった。1968年、エイヤーは人文主義の意味についてのエッセイを集めて、ザ・ヒューマニスト・アウトルックと題して刊行している。エイヤーはアメリカでも数度にわたり講義を行っており、それには1987年や秋のバード大学での 客員教授としてのものなどがある。同じ年、ファッションデザイナーのフェルナンド・サンチェスが開いたパーティーで、エイヤーは当時77歳だったが、ナオミ・ギャンベルにネチネチと性的な嫌がらせをしているマイク・タイソンに出会った。エイヤーがタイソンにそれを止めるように言ったところ、タイソンは俺に説教を垂れようという、お前は何者だ俺はヘビー級の世界チャンピオンだぞと言い。 エイヤーは、私は、マイ・ウェイクハム論理学教授だ。我々は、二人ともそれぞれの分野の世界的、著名人なんだぞ。私は、こういうことについては、話のわかる人間らしく、語り合った方がいいと思うんだがね。と答えた。エイヤーとタイゾンは、おしゃべりを始め、ナオミ・ギャンベルはその間にその場を離れた。1989年の彼の死の少し前。 エイヤーは尋常ではない臨死体験をした後、メディアの取材を受けた。これが生涯にわたり有名な宗教的会議主義からの、離反の一歩ではないのかと誤って解釈されたためで、ある。その経験について、エイヤーは、死が私という存在の終わりを意味することになるだろうという私の信念を揺さぶるものだった。もっとも私は、それが終わりであることを希望し続けるつもりだがと、語っている。 エイヤーの業績としておそらく最もよく知られているものは、とりわけ、言語、心理、論理で示された意味の検証原理である。この原理は、いわゆるウィーン学団の議論の核心である。エイヤーは、若い客人として、ウィーン学団に滞在しており、学団を率いたモーリッツ・シュリックは、すでにその問題を自分自身の論文で発表していた。 エイヤー自身はこの原理を次のように定式化している。ある文が検証可能な経験的内容を持っている場合のみ、その文は有意味になり得る。それ以外、つまり文の内容が同語反復であったり、形事上学的な場合は、その文は分析的である。彼はこの本を23歳の時に書き始め、26歳の時に出版した。エイヤーの哲学的なアイディアは、 ウィーン学団とデイビッド・ヒュームから強く影響を受けている。彼はこの原理を明晰で鮮やかに、しかも論争的に提起したため、言語、真理、論理は、論理的経験論の中心学説についての必須文献となっている。この本は20世紀の分析哲学の古典とみなされ、世界中の哲学講座で広く読まれている。またこの著作においてエイヤーは、 意識を持つ人間と意識を持たない機械の区別を異なったタイプの知覚的な振る舞いの区別へと解消することを提唱している。この議論は1950年に出版されたチューリングテスト、すなわち知性を示すための機械の能力テストの先駆けである。1972年から73年にかけて、エイヤーはセントアンドルーズ大学で技法度講義を行った。 この講義は後に哲学の使用問題として出版された。この本の序文において、彼は技法度教が最も広い意味での自然神学の発展を望んだことと、もし講演者が誠実な人間であり、真の思想家であり、真理を誠実に愛し心から探求するもので、あり得るなら無信仰者であっても講義が許されることを根拠にして、 講演者になるという自分の選択を弁護している。ここでも彼は自分が論理実証主義者と共有した観点に従い次のことを主張した。つまり伝統的に哲学と呼ばれているものの大半は刑事上学、進学、そして美学も含めてその真偽を判断し得るものではないこと、そしてこれらを議論することは無意味だということである。 人格の概念とその他のエッセイにおいてエイヤーはウィトゲンシュタインの指的言語論を激しく批判した。経験的知識の基礎におけるエイヤーのセンスデータ理論はオックスフォードの同僚でもあったジョン・エル・オースティンによる1950年代の日常言語哲学の記念碑的な著作センスとセンシビリアにおいて批判された。エイヤーはこれに対し刑事情学と常識に初集の オースティンはセンスデータ理論を論爆したかという論文で反論している。エイヤーはバートランド・ラッセルについて、ラッセルとムーは分析哲学の遺産とラッセルという二つの著作を書いている。彼はまたデイビッド・ヒュームの哲学の入門書やボルテールの伝記を表している。エイヤーは18世紀の啓蒙時代における フランスの哲学者ボルテールを非常に敬愛していたことで知られている。それは常に何をも恐れず理性的に学問を試みたボルテールの知的誠実さに対しての敬愛であり、エイヤーの著作、ボルテールの序文の言葉には彼の精神的勇気への私の簡単の念と表現されている。しかし20世紀の現代においてボルテールの認知度は衰えずとも、ボルテールは その膨大な数の著作や思想の深さにもかかわらず、哲学をはじめとする学問の世界ではあまり読まれることも研究されることもないという状況があって、エイヤーはそうした状況を改善しようと努力し、ボルテールという一冊の表伝を完成させている。ありがとうございます。